はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーを始めていきたいと思います。今回は公式戦第2戦4位リマーセ大阪です。開始です。フェアリーを使ってみるかな。クラリスがいいですね。使ってみましょうか。でもこのままでいいような気はするよな。とマナミに変えるかどうかぐらい。試合開始。大阪城スタジアムですね。さすがにホームであり、初戦勝ったリマッセ大阪、昨年の首位ですからね。人気があるのは仕方がありません。さあキックオフです。さあちょこんと渡して、ちょっと弱かったキックが、くるみ、くるみがちょっとやばい、怪我してる。窓から取った。くるみがうまい、すぐ戻ってきて立ち上がした。さあくるみ、高さで、これは外に出たな。ゴールキックになります。もっと、まだノーホイッスル。ゲルハルト。おお、危ない。ポストに救われました。無敵。やばい。またポストに。助かった。くるみが取りました。力ですよね。萌えが、とにかくクリア。窓かいタッチ。美穂。これはうまい。さあ、ボールを上げる。だが、これは不足気味か？さあ、もう諦めずに取りに行く。美穂。お、ファウルですね、これは。これはまずい。だが、カードはないのか。小田切が退場。やってしまいました。怪我ですね。しかしカードはなし。偶然のアクシデントだったのか。これはスタンドも怒り、我がチームに対して怒り爆発でしょうね。またファール。今度はイエローカード、緑に出てしまいました。かなりギリギリの接触プレーが多いので、どうしてもその流れで出てしまいますよね。おっと、ミオ。どうだ？ミオ。さあ、これはうまく。さあ、前半終了直前。北原が、決められてしまった。完全にね、個人のボールコントロールです。強い。北原。もう何度もブロックするんですが、乗り越えて、点を取られてしまいました。北原の強さだけが目立つ。
流れですね。節子かな。美穂井節子。もうこういう人にはちょっと考えよう。ちょっとライン上げていこう。後半です。おっと、越えられた。危ない。これも危ない。右ですね。右に外れましたが。ちょっと今年は、2点目入ってしまった。決定的。やはり、昨年の周囲は強い。これはタッキャッチ。緑。ん？飛び込んでいけるか？届かない。もう反省点ばっかりです。窓から取りました。うまい！スーパープレイ。届かないか？逆にミオが、おお、1点差に追いついた。これはラッキーというか、トリッププレイというか、これですよ、窓か。フィッてあげて、ここで、確保せずにミオが、彦坂をガードしながら、決めてきました。1点差です。まだチャンスありますよ。同点なら。ボールを取りたいがファールです。あ、こちらボールですね。ボールを取られてしまう。結局窓か。高速プレイで行きたい。お、一気に出した。うまく緑。オフサイドか。さあ、ボールを早く確保したい。ボールキープが大事です。うまい、さつき。お、結構足した。これはいい。くるみ、同点。やりました。素晴らしい。いますよ、大阪に。同点は素晴らしいです。やってくれます。エースストライカーくるみ。さあ残り2分1分、また取りましたね。アディショナルタイムは1分しかない。試合終了です。2点差をつけられましたが、同点まで追いつきました。勝ち点1をゲットです。ですね、小田切。足を引っ掛けてしまいました。相手のリバス大阪の小田切。これで退場で、負傷退場です。北原ですね。これはスーパープレイだった。前半終了直前。これは本当参りましたね。彩香も乗り越えて。
まあ、とにかく突破力っていうか、うまくトラップする力がすごいんですよね。さあ、川内が渡してきた、ヘディング。このセンタリングも素晴らしい。なあ、こっから反撃です。ミオ。追撃を開始します。で、ミオがふわっと渡して、相手の守備陣を突破していきました。そして、ロミ。このロングパスからクルミやヘディング。サツキがとっても、わずかのラストチャンスっていう感じですね。そう、しっかりものにしました。シュート本数はやっぱ相手の方が完全に多い。課題も10個フルにいただきました。これで8位ですね、勝ち点1。2連勝してるチームが 4チームですね。には雷門か、逆にニキータが行かうようにクランカリバーズに入ってますね。すごい。女子選手はいません。次の対戦は佐世保ドックスです。唯一2連敗しているチーム、 だいたい毎年下位ですね。 C が多い。あ、これはちょっとメンバー落としても勝たなきゃ嘘でしょう。はい、というわけで、幸子が怪我でダメなんで、ヒラリを上げるとして、クラーカリバーズですね、初のこの年ポイントを得ました。まあ、昨年首位の2番線大阪に対して、この得点は、まあ、勝ってほしかったけど、最低限というところではないでしょうか。この調子で、佐世保ドックスに今季初勝利を得たいところであります。ぜひ応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。最後の20秒で関連動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。